はい、どうも龍蔵です。今回は打ち上げ花火の、タブ解説ですね、やっていきたいと思います。で、この曲はチューニングはまあレギュラーというか全部半音下げにしてるんですけど、それで、タブ譜通り弾くと原曲のキーと同じになりますんで、めんどくさい人はそのままレギュラーで弾いちゃっても OK です。あ、でですね、今から、解説するんですけど、これは今半音下げの状態に、チューニングしてますんで、合わせて弾く人は、ぜひまた半音下げにお手数ですがしてみてください。で、イントロから見ていくとですね、こう最初はハーモニクスなんですね。これは僕はですね、人差し指と小指使ってなるべく頑張ってこう指開いて、あんまりこう左右の動きがそんなに大きくないようにしてます。言ってもちょっとは動きますけど、イントロはずっとハーモニクスで、一箇所ベース音が入るところあるんです。ここ気をつけてください。で、フェルマータなんで自分が好きなだけ伸ばしてメロに入っていくと。で、サビまでのメロディはそんなに難しくないんで、そんなに注意点ないんですけど、こういうスライドとかがまあちょこちょこ入るんで、そこは、見逃さないようにですね、結構大事なポイントなんで。で、弾いてもらった方は分かると思うんですけど、コードがですね、これ原曲もそうなんですけど、2拍ずつ動くんじゃないんですよね。2拍半と1拍半でこう動いてる組み合わせなんですね、コードが。なんでコードチェンジのタイミングがちょっと、イレギュラーなんで、そこだけ気をつければ、大丈夫だと思います。で、 A メロも B メロも特に注意するとこないんで、ちょっとすっ飛ばしてサビの解説に行くと、サビの前、小節で言うと17小節目ぐらいから行くと、でこうメロディーだけになるとこあるんですけど、ここは僕ですね、この和音を消してますね。ここにいた時に、8フレットにいた時に上の音、消してるんですけど、まあここは好みで。でサビ前にもう一発こう G の和音を入れると、今これ和音が残ってる状態なんですけど、まあ、残してもいいですし、切ってもいいですしって感じですね。原曲がなんかその音が途切れてる感じがしたんで、僕は、和音を一回止めてます。これ止めてまた和音を鳴らす。で、こっからサビに入っていくんですけど、ですね、サビはまあ難しいというかね、注意点がいっぱいあって、まずさっきのサビ前のとこっす。この音伸ばしてこっから16分音符に急に切り替わるんで、割とねリズムがこうよれがちなんですよね。なんで音伸ばしてる間もリズムをしっかり、数えるというかカウントした方がいいです。ワン、ツー、スリーで入りますね。ワン、ツー、スリーで一回音止めた方がいいですね。ワン、ツー、スリーっていう感じで、こうリズムというかテンポが変わらないように気をつけると、いう感じですね。テンポがまず注意点と、こっから指使いがちょっとややこしくなってきて、まず出だしの、サビの入りが人差し指と小指で行きたくなると思うんですけど、そうするとですね、この次のコードに行くのは結構ね、人差し指が大変なんですよね。なんで僕は中指と小指でやってます。出だしだけですね。そうするとこっちに入りやすいと。ただ人差し指で行っても行けなくはないんで、中指小指きつい人は、まあ、人差し指でいっちゃってもいいと思います。僕は、中指小指ですね。でこっちにこういうフォームに入って、ですね、でサビのベースパターンなんですけど、普天形のリズムになってて、みたいな感じのベースの、リズムが、キープされてる感じです。感じなんですけど、
まあ、ベースパターンはこれでちょっと気をつけていただいて、っていう感じですね。うん。これもですね、ベース単独で入る場合と、同時に入る部分があるんで、そこは、しっかり意識してみてください。で、コードで言うとこの G のところは、こっちは右手なんですけど、こう親指から1,2,3,4 とこう薬指まで行くと、次のメロディーの音が強く弾きづらいんですよね。なんでここは僕はですけど、親指で言ってます。親指、人差し指、中指で薬指を取っといて、でこっちのメロディーを強く弾いてあげるっていう指使いにしてますね、右手は。うん、親指。そう、こういっちゃうとね、次がきついんですよね。なんで親指で右手は行ってみてください。でこっちは、人差し指小指でプリングしてますね。でこう次のフォームに行くんですけど、次がもうサビの2段目のところなんですけど、僕はですね、ベースは薬指でいってます。でここをちょっと頑張ってハンマリングして、ここもですね、ベースがって動いてるんですよね。一回こいつが入ったら間にこっち移動してハンマリングして、またベース音に戻るんですけど、僕は親指でいってるんですけど、これどの指でもいいと思います。人差し指でもいけますね。僕は親指でいってます。で小指のところをキープしたまま次の D のコードフォームに入っていきますね。ここのメロディはね、ハーモニクスになってます。ここベース音とハーモニクス同時に鳴らしますね。ちょっと強めに弾いてあげるとはっきり出ますね。なぜハーモニクスにしたかというと、単純に押さえてると次のコードに行くのがちょっと遅れちゃうんで、開放弦とハーモニクスにして次のコードに向かいますと。ここは大丈夫ですかね。なかなかね、難しいですけど。で、次が Em7 のコードに入るんですけど、ちょっと特殊な押さえ方ですね。こっちか。ここもですね、右手が、ポイントで、ここも最初、親指でいった方が次がつながりやすいですね。親指。あとはそのままですね。なるべく同じ指がダブらないように、親指だけですね、最初の。親指で。でここの2弦の7フレットも、ハーモニクスですね。よく見るとあのひし形マークがタブ譜 の数字の横についてますんで、ハーモニクスポイントちょっと逃さないようにですね。なんでここハーモニクス入れたかっていうと、特に何の意味もないんですけど、練習してる時にこうたまたま間違ってハーモニクス出たんで、あこれいいじゃんと思ってそのまま採用したんですね。で次の G も同じです。右手は親指。この曲に関して親指が2回連続で動くところが結構多いですね。で、この親指でいった方が次のメロディーを薬指で強く弾きやすいと。で、ここは人差し指小指で動いて、このね、小指をこれ書いてないんですけど、離さずに行くと勝手にスライドの音が入るんで、スライドの音を入れた方がメロディーっぽくなっていいと思います。こういくんじゃなくて、こう5フレットまでで次に繋がってます。あと一緒ですね。ここまで大丈夫でしょうか。でもう3ページ目に行くと一緒です。 G4B のところも同じです。親指右手がの方がスムーズですね。で、Cメジャー7もそうです。結構いっぱい出てきますね。親指で言ってます、僕は。こっちの方が
薬指が次が行きやすいと。D のこの2拍目のこのベースは親指で言ってます。うん、ここは僕のポイントなんですけど、この時2フレットがメロディーなんですけど、これをね、なるべく僕は残してますね。これ1回切るんじゃなくて、この2フレットの音なるべく伸ばしながら次の C メジャー7のコードに入ってます。ここは僕のあの細かいこだわりですね。2フレット残しながら次のコードに入ると、で最後のこの Em7 の音は本当はあの 11th の音がこう入ってるんですけど、結構強めに弾いた方がいいですね。僕だったら、ここに向かってクレッシェンドしていく感じですね。でこの強く弾いた余韻が残ってる状態で次弱く弾くとちょっと雰囲気が出ますね。みたいな感じでやるとなんか、いい雰囲気になるんじゃないかなと思います。で一旦こう間奏が入って、ここもね難しくないんで飛ばしちゃいます。あ、ただこの間奏の終わりに、これも Em7、 本当は 11th なんですけど、ここは僕はあのクレッシェンドしていってます。でブレイクしてですね。でそのまま行ってまたリピートやって、サビをやって、今4ページ目なんですけど、4ページ目の2回目は2カッコに入るんで、2カッコから説明すると、セクションで言うと、あ、今回セクションマーク説明しやすいようにつけたんですけど、セクションで言うと D セクション、 D ABCD の D セクションですね。でここも、さっきの右手のこの親指が活躍するんですけど、ここもですね、次のこの2フレット、4弦は親指でいきます。でいくとスムーズです。でここはここのスライドの音はピッキングせずにベース音だけ弾くと。で僕はやってます。7フレットはピッキングせずに、でここも親指です。コードで言うと G4B のところ。ここはもうそのまま弾いてもらって、これはもうそのままですね。でこの G のところも親指です。右手。あと一緒です。リピートですね。で2カッコに入ったらこういう、まあ、ちょっとストレッチっぽい感じなんですけど、ここちょっと頑張っていただいて、これで終わります。で最後、アウトロがクレッシェンドしてブレイクして終わりというアレンジに僕は勝手にしてますんで、サビはねちょっと難しいんですけど、全体的に難易度は今までの曲に比べるとちょっと優しいんじゃないかなとは思いますんで、まあ、よかったらぜひやってみてください。どうも龍蔵でした。